When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。今日はこちらです。じゃじゃーん。この季節毎年おしばな人気なんですけど、やっぱりまた流行ってるなって感じでおしばな人気なので、今日はちょっとずっと気になってたこちらのおしばな、ドライフラワー、デビューしたいと思います。で、ちょっと特徴的なお花とか、あとは人気のやつとかを買ったので、それがどんな感じなのかっていうのを紹介するのと、あとね、最後にこれね、前こちらの動画で紹介しました、はい、こういうパレットタイプのじゃじゃーんものなんですけど、これを使ったなんかアート見たいっていうリクエストいただいてたので、今日はこちら使って、まあニュアンスドライフラワーネイルみたいな作っていきたいと思います。しかも皆さんに朗報なのかな、これの違う色いっぱい出てて、アマゾンじゃなくて9点かなって探したんですけど、それね、もうとりあえず目に入ったものは全部買ってみました。なんでそれも買ったのが2週間近く前で、まだ届かないのかって感じなんですが、届いたらねレビューしていきます。楽しみにしててください。ということで早速ね、こちらレビューしていきましょう。でね、これ何が何かっていうと、じゃん、嬉しい、後ろに何か書いてるんですよ。でまたサイトもね、リンク貼っておきます。結構ね、動画で紹介して人気になったものってすぐ売り切れちゃうので、もともとこの商品が人気だからすでに売り切れてるものもあると思うし、早めにゲットするのがいいかな。はい、 S ミントっていうところから出ているものなんですけど、フラット6ミックスフラワー、こちらとかは495円ですね。で、小さなドライフラワーっていうやつは白とパープル買ったんですけど、1個385円ですね。でこの C シリーズっていうやつは1個500円になってます。でこの D シリーズ、多分これですね、は1個385円。このラメはおまけで入ってたみたいって感じですじゃあ開けます。このまま出します。こっちに。はい、ということで、もう並べてるだけでめちゃくちゃ可愛いです。アップで順番に見せていきますね。まずね、こちらがミックスフラワーのフラット5ですね。はい、こんな感じです。紫ピンク系の花びらっていうのと、ラメとホログラムが入ってますね。うんうん、花びら系ですね。で次にこの同じシリーズのフラット6ってやつですね。これはこんな感じでブルー系の花びらですね。で、ホワイトなホログラムとか、シルバーのホログラムとか、ラメっていうのが入ってます。こんな感じ。結構ね、たっぷり入ってる。かなりいっぱい入ってるから、いいなって思いました。で、次ね、A の50っていうカラーなんですが、これ、こんな感じで、一つ一つがね、大きめなお花になってます。こんな感じ。こういうね、こういう感じ、球体みたいな感じなんで、爪にのせるときはね、工夫が必要な感じですね。でもこれも結構いっぱい入ってますね。すごいすごい。はい。で、同じシリーズの A44。こちらはね、ホワイト。さっきのやつの白バージョン。かわいいですね。まあ、同じですね。で、続いてが C の9。あ、20個って書いてますね、これは。20個入ってるみたいです。はい。かわいいなぁ。これもね、結構ね、お花大きくて、大きいというか、球体みたいな。こんな感じですね。かわいいですね。サーモンピンクみたいな感じかな。で、続いて C の8。あ、これはさっきとちょっとお花の形が違いますね。さっきはもうちょっと小さい小ぶりで丸かったんですけど、かなりダイナミックに大きいものになってます。かわいいな。紫ブルーみたいな感じかな。青が強いですね。かわいい。続いて、C の7番。こちらは、こちらもね、結構大きめかな。で、ブルーとちょっと白が入ってる感じです。あのね、全体的に花がすごくしっかりしてる。なんかこう、押し花とかってこう、持った瞬間にパラパラって割れちゃって、なんかもうボロボロになっちゃうのとかってよくあると思うんですけど、しっかりいい状態でドライフラワーになったみたいな感じなので、取り扱いやすい。
パリパリしてるっていうわけじゃなくて、ちょっと柔らかいみたいな感じですね。しっかりしてますね。これはね、一つ目っていうか C シリーズ一つ目のオレンジっぽかったやつみたいな感じ。ちょっと小ぶりかな。かわいい。これは紫ですね。中には大きいのも混ざってるっぽいけど、全体的に小さめです。で、続いて C の5番ですね。これはね、めっちゃ可愛い。これ自体が、もうこれが可愛いですね。この、ここが。めっちゃ可愛い。お花大好きなんで、すごい癒されます。めっちゃ可愛い。こういうなんか、オブジェが欲しいですね。可愛いなぁ。はい、ピンクね。これは、ちょっと大きめかな。でもまあまあ、中間ぐらい。可愛い。ちょっと濃いやつと薄いやつが混ざって入ってますね。めっちゃ可愛い。続いて、C の4番。こちらはこんな感じですね。一つ目のやつと似てるんですけど、一つ目の方が青が濃いですね。こっちの方がちょっと紫がいっぱい入ってるのと、中に薄い水色っていうのも入ってます。さっきのピンクと同じぐらいの大きさかな。濃いのはまあこんな感じ、濃いと。ミックスですね。続いて、こちら。こちらはね、オレンジなんですけど、最初に紹介したこれと比べると似てますね。これすっごい似てる。ほら。すごい似てるけど、こっちの方がね、オレンジって感じ。まあ、見てもらったらわかると思うんですけど、このぐらいの差ですね。似てますね。このオレンジの中に、こっちにすごく似てる色が入ったりしてるので、かわいい。こんな感じです。続いて、こちらはね、D の4、D シリーズですね。これは、私買ったっけって感じなんですけど、まあ、買ってたよね、さっき。すごいこう、ペタッとした押し花。薄い。これが薄いやつ。でもこれも薄いけどね、こうパラパラってこう割れてちぎれたりしないので、結構品質がいい。全体的に。こんな感じです。色は結構暗いかな。思ってたよりも、なんかこう沈んだ感じの色に見える。はい、ということで、以上です。じゃあ、このパレット使ってなんかちょっと簡単な押し花ネイルを作ってみたいと思います。はい、ということで、こちらの、ソリッドネイルパレットね。じゃじゃーん。こちらと、ブラシはね、レティジアのオーバルブラシ使いまーす。はい、ソリッドネイルだったらオーバル、これのオーバルが一番いいと思う。で、どんなにしようかなー。まあ、とりあえずやってみるか。はい。そしたら、ニュアンスなんで簡単にいきましょう。このね、紫、この下のちょっとネイビーっぽいやつ、薄い水色、これ。でもし、明日ちょっとボルドも使うかもしれない。はい。なんか、この辺を使って、あとこれかな？白のやつを使って、なんかさささっとするニュアンスネイルします。色自体がね、もうこれ全部何混ぜても何とでもなるというか、色のトーンがかなり似てるものが集まってるので、どれ使っても大体いい感じにね、なると思う。言い過ぎかな、それ。結構やりやすいと思います。ということで、じゃあ紫。で、ちょっとシュッシュッとね、爪の根元らへんにのせて、まあこの辺にものせようかな。このぐらいのせます。そしたら、ちょっと濃いブルーを、ちょっと取りすぎたから、これぐらいにしとこう。でね、ブラシに結構ジェルついてると思うので、こちらを使ってちょっとね、拭き取ります。 OK で、薄い水色、薄いというかちょっとくすんでるけど、ちょっとシュッシュッてして、全体的になんか混ぜる感じですね。混ぜるけど、こう混ぜて全部の色が一緒になってしまうと、ただ濁るだけになるので、こんな風に、少し残しながらところどころ混ぜていく感じです。で、このピンク系を取る。これも同じね、シュッシュッ。こんな感じですね。そしたら、このホワイトね、だいたいね、白っぽいのを混ぜとくと、なんとなくっぽくなります。っぽくなる。で、これで、今だと、ちょっとこの辺にブルーが多いかなと思うので、ここにちょっと白と、で、もうちょっとボルドーみたいな色があったらいいかな。出します。あ、ほらほら、ちょっと入れるだけでなんかこうね、アクセントになるからいい感じで、できたらね、綺麗にブラシ拭き取って、全体的にちょっとだけシュッとしようかな。シューって、ほら、表面をさーって撫で下ろすというか
するだけで、上から下したら今度下から上にシューってする。こうすると表面がいい感じにブレンドされていい感じになります。語彙力、はい、かな、はい、じゃあ硬化します。最近あんまりねアートの動画出してないので出さなきゃですね、またこういうネイルやってほしいっていうリクエストね、お待ちしてます。で、まあそれに合わせて押し花を使っていこうかなと思うので、もう一つのネイル、こちら、こちらのベースカラーにこのホワイトね、これを塗っちゃいます。でね、あの色これだと濃いのでちょっと薄めになるように少量を頑張って引き伸ばす感じで薄く塗りましょう。ちょっと筆跡がね残っちゃうと思うんですけど大丈夫です。こんな感じで綺麗な筆跡が残りましたね、逆にじゃあ硬化します。そしたらこのね白の中心に、まあ、お花を乗せるは乗せるんですけど、ちょっとこの黄土色みたいな色、黄土色じゃないけどね、全然全然違った、はい、ふわーっと真ん中に乗せて、でこのグリーン抹茶色みたいなやつもう少し取って、ちょっと乗せすぎた、よいしょ危ない、ちょっと葉っぱの代わりかなに下にちょっと引いてきます。でもう一個あのグリーンあるのでどうせだから使っとこうでちょっとこうふわふわっとしたらなんとなくこう葉っぱっぽくなると思います。なんでここでこうか、コツはもうブラシのね先端だけ、あんまりこう全部をベタッと使うよりかは先端だけでこうちょんちょんちょんってあの優しくタップして先端だけを少ししならせるような感じでぼかしていくっていうのと、まあ、塗るときに小指でなんかこう支えを作っておいてあげるとちょっと安定します。他にもいっぱいポイントがあるのかもしれないけど、とりあえずそれをやってみてください。で、ジェルの取る量は少量ね、はい。そしたらこの状態で、乗せていきましょう。で全部のね今日あの押し花使うのはちょっと無謀なので、とりあえず今日はこれ使いたいな、D の4これ使います。ということでこちらですね、レティジアのクリアミキシングジェル、こちらを表面に塗ります。まあ、押し花乗せるかなってとこだけで大丈夫、はい。そしたら仮硬化します。もう5秒ぐらい当てる、ちょっとだけ硬化する。未硬化ジェルをねたくさん残したいので少しだけライトに当てる。この状態で多分これが一番ねみんな取り扱いやすいと思う。でこういう感じで置きました。で、こんな感じですね。まあこんな感じにしようかな、はい。でそしたら普通に硬化 してもいいんですけど、なんかこの100円ショップのセリアかなで売られているスタンプネイルをする時のスタンピングのやつスタンプ、これをね使います。なんかねこれとライトが一体化になってるものがあったり100均でこう組み合わせて作ったりできるらしいんですけど、今それないんでもうちょっとこれでこれでグッと押さえながらライトで硬化するといいらしい。押さえる、グッと押さえながらライトに入れます。難しいけど頑張ってやってください。100均のやつがねちょうどこのスタンプの持ち手のところが透明なのでライトがしっかりちゃんと当たるからいいかなって感じ、はい。ということで押さえながらしっかりね完全硬化するとこんな風に爪にピターっとねくっつきます。便利ですよね、昔こんなのなかったのに、はい、いい感じ。じゃあこれだけだとちょっとね寂しいので、こちらねレティジアの GS004 っていうラメがあるんですけど、ホワイトのねラメ、これをちょっとね塗ります。お花の中心あたりにちょっと乗せてあげると華やかになる。ちょっと乗せました、こんな感じでちょっとキラキラね、はい。でさっきのねパレット、これで使ってた色っていうのを少し取って、ちょっとだけ花びら風に色をつけます。筆の先端だけでちょんちょんってタップするだけ。
こんな感じで、はい、OK です。じゃあ硬化します。これだけだとやっぱ寂しいので、ここでノーワイプマットトップコートをさっき作った2つのデザインの表面に塗ります。硬化する、これも塗るんですけど、筆の圧っていうのをこうガッガッて力強くかけすぎちゃうと、この花びらが取れちゃったりすることがあるので、まあちょっと優しめに、はい、してください。で、入れる。そしたらノンワイプ 3D ブラック、ノンワイプ 3D クリアを使うことの方が多いんですけど、今日はちょっとブラック使ってみよう。クリアよりもあのミラーの色がはっきり出ます。まあ、ホワイトもね結構便利ではある。今日はね、でもちょっと全体的に色が暗めなんでブラックでいます。で、ブラシショートライナー、ロングライナーでもいいです。取ってブローンってね、なってるマットになっても可愛いですね。こちらで、まあ、爪の根元にちょっと細めに、あんまりこうぶっとくならないようにラインを入れます。うん、OK。 じゃあ硬化します。で、こちらは、まあ、囲むか、ちょっと囲みます。じゃあちょっと早送りしますね。はい、こんな感じ。じゃあ硬化します。そしたらね、前こちらの動画で紹介したやつ、これ使います。これかな、ミラーパウダーね。これ結構良かったですよ。色違い私買っちゃいましたが、ではこれを吸い付けます。で、あのこれがノンワイプ 3D なので、あのね、もうパウダー吸い付けれます。ノンワイプなので、だからね超便利。こんな感じで吸い付けたら、はい、このラメラメを払います。やっぱり黒がベースだとすっごいはっきり出ますね。クリアがベースだとちょっと透け感が出ちゃうので、それはそれで可愛いんですが、で、周りにちょっとラメついちゃったと思うんですけど、これをね、ピンクワイプをウッドスティック、またはちょっと今日私これ使ってみよう、前のこのシーン購入品レビューの時に買ったって言ってた、シーンでいろいろ買った動画が上がってるので、ちょっと見てください。こういうやつ、なんかプラスチックのウッドスティックみたい。で、これにちょっと巻きつけて、消毒液な、ネイル&ハンドクリームスプレーね、シュッシュッとする。で、いい感じにして、ミラーのね、残したいところ触れないように、このギリギリのとこちょっと拭き取ります。これミラーのところもね、拭いちゃうと黒が出てくるので、気をつけてやってくださいね。いろんなね、このミラーの飛び散らないやり方する方法があって、前紹介したこのリングネイルですね、超リアルなリングネイルかな、やる方法の動画ではまたちょっと違ったやり方してます。いろんなやり方あるので、自分のね、いいなと思うやり方とか、まあそのデザインによって使い分けたりしてもらえればいいかなと思います。うん、まあ、完全には無理だけど大体取れました。ノンワイプトップジェルを爪全体に塗ります。ということで、ノンワイプトップジェルを塗ってライトで硬化させることができたら、はい、ということでいかがですか。はい、押し花を使ったニュアンスネイルデザインできました。じゃじゃーん。はい、ちょっとね、こっちに合わせて押し花も暗めに持ってきました。他のね、この辺のカラーとかって一見使えそうに見えてかなり色が明るいので、ちょっとこうこのニュアンスネイルと合わせると浮いちゃうので D シリーズを使いました。で、こういう平べったいタイプの押し花の方がまあ簡単に使いやすいので、真似しやすいかなと思います。で、今度ね、この
なんか球体で立体的だみたいな言った押し花か、あとはこの花びらかの使い方っていうか、私だったらこうやって使うなみたいなっていうのを紹介したいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録とベルマークで通知を受け取れるようにして、またこれからアップされる動画を待っていてください。はい、ということで今日ね、動画の中で紹介した押し花だったりジェルだったりなんだかんだ全部っていうのは、全部ほとんどは動画の概要欄や、ちょっと時差ありますがコメント欄にも載せるので、もし気になるものがあったらチェックしてみてください。はい、ということで今日の動画はいかがだったでしょうか。もし少しでも参考になった、押し花かわいいと思ってくださったら、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でもお会いしましょう。最後まで見てくださってありがとうございました。ミカでした。バイバーイ。